ジロでイタリア2008コースズジロでイタリア2008は2008年5月10日から6月1日まで行われたジロでイタリアとしては91回目の大会アルベルト・コンタドールが区間優勝がないながらも山岳コースや個人タイムトライアルで安定した走りを見せスペイン国籍選手としては1993年のミゲル・インドライン以来15年ぶりまた イタリア国籍以外の選手としては、1996年のパベルトンコフ以来12年ぶりの総合優勝者の座に着いた。太字は UCI プロチーム。中字はコンチネンタルプロチーム。当初 265km の予定だったが、231.6km に短縮された。 http://www.cyclingnews.com スラッシュロードスラッシュ2008スラッシュ g i r o 0 8スラッシュ ID= イコールストルテリスト当初出場が予定されていた NGC メディカル OTC は直前に UCI プロチームのアスタナとハイロードの出場が急遽決まったため 選手の総人数が200名を超えてはならないという規定により出場できなくなった。ナンバー63マキシミリアーノリチェセは出場せず。サイクルスポーツ2008年8月6日のサイクリングニュース2009年8月5日付記事。ありがとうございます。